気になりますか？気になりますか？ガサガサガサと。そうですね。私も気になって。今日3月18日、いいものをいただきました。芋屋金次郎、すごいな。二宮金次郎ちゃうね。カリッと芋を揚げただけの潔さ。土佐人の好物が土佐の名物、芋。へぇ、すごいな。またこの包装紙。表の包装紙。あ、かっこいいね。芋色です。へぇ、この裏がまた、包装紙の裏がまたおしゃれだね。地模様。まあ、芋のツタのような。いろんな。おしゃれですね。この頃は包装紙までが。ありがとう。本当にすいません。いただいて、いいものをいただいて、初めてです。初めて知りました。芋屋金次郎さんの芋。芋けんぴ。うわぁ、大好物やね。芋けんぴ。よくドピアで買ってます。まあ、こんな上品な芋けんぴ食べると大丈夫かな。ああ、すごいね。茶の間菓子、芋けんぴのお話。ああ、お話もいいけども、さっき食べたい。うわあ、すごい、いろいろあります。芋けんぴ。黒糖やで。はあ、何本で。黒糖に、次は、塩けんぴ。ああ、すごいなあ。ほんで、何これは何やろ、次は。うわあ、それこそ、スライスやな。芋チップ。はあ、ベニハル。いや、ベニハルカやん。めっちゃ好きやわ、ベニハルカ。芋けんぴ、これは何？黒ごまやで。はぁ。うちの長男も好きなんでね、芋けんぴが。もう長男にも分けてあげよう。紫芋チップ。うわぁ。これもうまそうな。色してる。すごいなぁ。もうこんな、上等な。あぁ、嬉しい。何から食べようか悩むやん。ね、ほんでもってまた、芋チップの、紅はるかの、これがまたうまいんだよな、これ紅はるか。これなんか、どうなってんのこれ、全部紅はるかもしかして。すごないこれ。あらあらあらら。これは、それは、幼馴染のような菓子でした。なるほど。ごもっともやわ。んで、これ、あ、これもな、黒糖な、これうまそうな、何から食べよう、ほんまにもう悩むわ。行さんありすぎて。ちょっとずつを食べてみようか。嬉しいなぁ。さてさて。あー、チョコちゃん、包装紙ぐちゃぐちゃになってんねんけど。あんたも気になるわな、そら。あたたたた。お尻が痛い。お尻が、昨日お尻打って痛い、打撲や。チョコちゃんのおかげで打撲や。ジュリちゃん。ジュリちゃんは何にもしてないね。チョコちゃんだけや。ガチャ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 。はい。ご苦労さん。それでは、今から芋けんぴ、食事も終わったんで。芋けんぴでも食べたいと思いまーす。それでは、後ほど、素敵やな箱まで。おしゃれですよー。しっかりと真っ暗い。ブラックやで。なんか黒船みたいやな。かっこいいわ、なんか。さてと、いただきます。チョコちゃん。チョコちゃん。どこ見てんの？そう。このけんぴが、芋けんぴが気になんねんな。な、よっしゃ、お疲れさん。犬も私も気になる。